今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、ストレートエニアグラムタイプ2の恋愛傾向兵。愛が強い強い愛の人、愛が強い、うん、あのタイプ2の、うん、恋愛傾向として、うん、もともとこのタイプ2、うん、自分が愛されないと生きていけないから、うんうん、愛さなきゃ、うん、で先に愛を与える人でございます、うんうん、この愛の強いタイプ2の恋愛傾向として、うんうん、今日もこのエニアグラム9つの性格診断という本を頼りにしてるんですけども、うんうん、ここで書いてあるのがですね、タイプ2は自分が愛されたいから愛しますよと、うんうん、その恋に落ちると愛する人のために心から尽くします、うんうんうん、なのでその実際に付き合い始めると、うん、特に相手の身の回りのことに気を配って、うん、かいがいしく世話を焼こうとするでしょう。あ、そう。まあそうですよね、うん、もう恋人じゃなくても基本周りのことを心配して世話をしてくれる人、うん、だから故に、うん、まあ、愛する人ならなおかつも愛がどんどん強くなる人ですよと。でその自分がいないと、うん、この人は何もできないから、うんうん、とかもう自分であの人はもう何もできない人だからってよく思う傾向があると、うんうん、まあタイプ2はすごいプライドも高い、うん、基本は自分は与える側だと思っている。そうそう、してあげる側だと思ってるんで、そういうふうに思っていると書かれています、うんうん、なんでそのあとはその一人一人の親密な関係を結ぼうとする傾向が強いですよと、うん、なのでそのあの人とも別れられない、うん、この人とも別れられないみたいな三角関係になることも多いなんて書かれています。でこんなタイプ2のパートナーとの付き合い方としましては、うん、こんなタイプ2だってあの、うん、タイプ2は自分が保護者になったようなつもりで、うん、パートナーを自分より子供とみなして世話を焼きすぎる傾向がありますと、うんうんうん、お母さんですね。そうです。なのでその、うん、もう少し、うん、まあ、タイプ2の人に対しては相手の自立を認めることが必要かもしれませんねなんて書いてあります。がこれはタイプ2の人に対して、うん、その例えば僕だったらこの関根麻里さんとか、うん、石原さとみさんとかに、うん、どううまく、うん、っていうところなので、うんうん、これはもう甘えるのがいいですよね。甘えるのがいいと思いますけどね。もう頼りにしちゃう、うん、でしてくれたことに対して、うん、ありがとう、もう、そう、本当もうマリちゃんがいないと僕も何もできないみたいなだから愛が欲しいんで愛を返すのが、愛されて愛を返す。なんでもらったものだとすると、うん、例えばじゃあ誕生日が来たら、うんうん、いつもこんなことしてくれてありがとう。そう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 。ってやると、うん、とても喜んでもらえる。うんうん、これは多分その前も一の時に言ったんですけども、うんうん、決してこれは恋愛だけじゃなく、うん、仕事関係とかでも、うんうん、タイプには多分そんな感じですよね。そうそう。なのでこう結構こうおせっかいやっていろいろやってくれるわけじゃないですか。はい。でそれをこう時間が経てば経つほどそれが当たり前だと思うようになるわけじゃないですか、周りの人。慣れてくると、はい、逆に、うん、もうちょっと、うん、あまり来ないでみたいなことを思うかもしれません、うんうん、はい、でそういう態度を取ると2の人は一気にこうちょっと怒りモードに入ったりとか、私いつもやってあげてるのにあの人は何も返してくれないみたいなことを思い出すので、8とつながってますから、ね、8とつながってる、はい、なのでちゃんとそのやってくれてることに対して感謝は必要になってくるし、そういうおせっかいだと思っても拒絶するとそうやって相手がこれでも足りないんだってさらに輪をかけてくるようになるので、大歓迎ですけど、まあ石原さとみさんだからね、だしまあ、うん、男性でいうと例えば有名人としては、うん、例えば桜井さん、うんうん、ミスチルの、うん、あとは論文の亮さん、うん、あとは V6 の長野くん、TOKIO の城島くん、あと伊集院光さんなんかがよく挙げられるんですけど、うんうん、基本その、まあ、関根麻里さん、うん、石原さとみさん、うん、
伊藤麻子さんもそうですけど、うんうん、基本ほんわか。ほんわか。ベースが笑顔。笑顔。なんそう、楽観タイプの融和なんで、はい、楽観で融和だからもう、そうです、ね、フレンドリーで、明るくてみたいなところですよね。基本いつも笑顔でニコニコしているような、うん、ニコニコしててタイプが、うん、よく、うん、あの有名人としてこのタイプが挙げられます、うん、で、まあ、この人たちうまくやる方法としてはなんで、うん、感謝を示す、感謝を示す、ありがとうっていう、うんうん、っていうのがよく挙げられています。やってくれたことに関して、で、この、まあ、僕の周りにいたタイプ2の女の子とかも、はい、なんかいろいろ買ってきてくれたりするんですよね。お菓子とか、どこどこ行ったらこんな美味しそうなのがあったんで、でみんなの分買ってきたりするんですよ。もうごめんなさい、もう6としてはごめん、もうちょっと次から次から。そうそう。で、こう、あの人このタバコ吸ってたからそのタバコ買ってきたりですね。ホステスか、突っ込みたくなりましたよね。でもまあそういう感じですよね。まあホステスに向いてんじゃないかなっていう。なるほど、うん、相手の求めてることをもうしっかりこう記憶してるというか。で、まあ、ここにタイプ2の人に対して書かれているのは、うん、なんでそのもしかしたら相手に依存しているのは自分かもしれないっていうことに気づきましょうなんてことは書かれていますが、そんなことは決して言ってはいけません。そうそうそう、タイプ2はあの自分が上だと思っている、うん、プライドの高い、うん、そうですね、うん、だからまあ口説こうと思ったらそこですよね。そこを刺激する、甘える、うん、頼りにする、頼りにする、はい、うん、でありがとうっていう、ありがとうっていう、いろいろやってくれるんで、もうそれにそのままこう、まあ、ありがとう、ありがとうって乗っかって、まあ、親密になりたければなりたいほどより依存していきますけどね。強、まあ、強依存、強依存、それは全然、うん、なんてことが挙げられています、うんうん、でこのタイプ2との付き合い方として、うん、このエニアグラムでパートナー探しを読むんですけども、うん、彼らの温かさ、うん、寛大さ、熱意を認めてあげましょう、うん、でその助けと洞察力に感謝しましょう、うん、っていうのが書かれています、うん、あとはその彼らタイプ2の人たちが私にとって特別な人だと保証してあげましょうと、うん、例えばそのロマンティックになってカードや贈り物や抱擁を与えてあげる、うん、これちょっとアメリカの本なので、うん、ちょっとアメリカチックでもあります、うんうん、であとはその彼らと共に人生を楽しむっていう態度を取りながら、うん、ちゃんと距離はでもこの人の距離はちゃんと取った方がいいよと、うんうん、なぜならそのタイプには自立と依存との間で葛藤しているので、うん、あまり近づかせないっていうのもちょっとやっぱ大切なようです、うん、あの親密になりたい、なりすぎちゃう、なりすぎちゃうっていう、うん、なんかまあ恋人であれば親密になる、より親密になることが目的、はい、だったりはするので、ただやっぱりバランスが崩れると、うんうん、僕多分そうやってあまり来られると、うん、まあ、お前ごときが何を言うかなんですけど、うん、やっぱちょっと、自分の時間欲しいしとか、うん、まあ、要はこの相手にどんだけ合わせられるかって話じゃないですか。この口説こうって思った時に、そうですね、う、はい、でこう合わせすぎると実際こう付き合った後とかっていうのはちょっとそれじゃ苦しくなってきたりとかしますよね。自分を犠牲にしてどんだけ相手に合わせるかみたいなところなんで、はい、まあ、石原さとみさんぐらいだったらある程度合わせちゃうかもしれないけど、けどまあそうなんですよね、うん、であとはそのタイプには、うん、人ととても親密になって、うん、一番の友達と思わせるようなことになりますが、うん、自分が必要とされている、うん、あ、自分が必要とされすぎている、うん、飲み込まれそうだって感じると、うん、姿を消すことがあります、うんうんうん、なのでそれは覚えておきましょうと、うんうん、あとは、彼らの好きな話題を話しましょう、うん、喜んでもらいますと、うんうん、あとはその難しいんじゃないかな、これは批判するときは優しく巧みに行ってくださいと、うんうん、そして優しくなれないときは彼らが非論理的であったり、うん、物事を個人的に受け取りすぎることは言わないでおきましょうと、うんうん、分かります？あ、彼らは非論理的であったり、うん、多分合理の人じゃないので、うん、多分感情なんですよね、それは感情、楽観タイプ、はい、
なので、そう、まあ合理ではない。そうですよね、うん、から2の人とか、まあ、論理的じゃなかったりすることはあるかなっていう、はい、うん、でもこの人たち基本あの蜂とつながっている人たちなので、うんうん、自分の思い通りにならないと、うん、蜂の面が出てくるのかなと、うん、攻撃的になる、うん、力を見せつけようとするっていう、うんうんうん、ところがあるので、優しく巧みに行っていくのはちょっと難しいんですけど、ね、うん、巧みにっていうのは多分論理で攻めるんじゃないんでしょうね。論理で攻める、多分、うん、楽観なんで、楽観的に明るくなんとかやってよみたいな感じなんですかね。多分その しすぎだってとか、そうそう、空気がこうあんまり重たくならないような感じで明るく明るく、なるべくこうソフトにみたいな感じじゃないかなとは、うん、なるほど。であとはそのこうすればもっとタイプ2を支えられますっていう項目ではですね、うん、彼らがの人生や抱えている問題に関心を持ちましょうと、うんうんうん、そして彼らがあなたの僕の人生や問題に焦点を合わせないように気をつけましょう。要は僕の問題に彼らが焦点を合わせるとこっちに来るんです、うんうん、こっちをやってあげるじゃなくて、あなたの問題はあなたの問題であるでしょ、うん、っていうことなんですよね。だから僕の問題をあまり悟わせない、うん、あ、まあ、ちょっと恋愛とはちょっと違うかもしれないです、うんうん、恋愛だったら別に悟らせてもいいんですけど、うんうん、あまりそれをやってしまうと、うん、彼らは自分の問題をほっぽり出してこっちの問題に対処しようとするので、うんうん、まあそれ良くないですよね。まあ、多分そのくどくくどかないで言えば、はい、多分そうやって共依存みたいなのはいいとは思うんですけど、はいはい、この2人が将来幸せに楽しくやっていくためにはそれじゃいけないみたいなところっていうことです。長く付き合って、うん、長く上手に付き合っていくためには、あとはその相手に合わせて話すのではなくて、うんうん、彼らタイプ2の人たちが何を望んでいるかを正直に話してもらいましょう。要は話してもらいましょう、うん、そう、いや僕のことじゃないと、君の望みを聞かせてくれと、うんうんうん、要は相手に合わせる、この人たち一番相手に合わせてくる、そう、この人たちがこっちに合わせてくるので違うと君のしたいことを聞かせてくれっていうことですかね、うんうんうん、あとはその人から助けてもらうことを学ぶように励ましましょう、うん、要は彼らは自分たちは助ける側だと思っているので、うんうんうん、まさか自分が助けられる側だなんて強いとも思ってもいない、うんうん、思ってないから、いやいや助けてあげますよ、うんうんうん、っていうようにしましょうと、うん、要は彼らは人に何かを頼むのはいけないと思って、うんうんうん、戸惑っているので、うん、いや助けてあげるっていうのを言ってあげましょう、うんうん、あとはその怒りを表現し対立する危険を犯すように励ましましょうと、うん、っていうのは要は私たちにとって、うん、いや安全な範囲であったら言い合いはしてもいいんだと、うんうんうん、全てその認める必要ないんだよと、うんうん、発展するためには、うん、この範囲なら言いたいことは言ってもいい、言いたいことは言ってもいい、うんうん、っていうことを言いましょうと、うんうん、いうことで長く上手にタイプ2と付き合っていくことができますよなんてことが書いてあります、うんうん、いかがでしょう。あの、うん、私の嫁の母親が多分タイプ2なのかなって思いますけども、うんうん、やっぱりその与えすぎている印象がタイプ6から見るとやっぱちょっと思うんですよね、うん、与えることって依存してるんですよね多分、うんうん、でもそれやっぱ言えないじゃないですか。言えない言えないですよっていう、難しいですね。でも、うん、でまあその人と表面的にうまくいくのには多分ありがとうございますって言っておけばいいかなって。ただ表面的なんで、そう、本当にこう長く親密になろうと思うとそれでは多分そうですよね、うん、いや妻として、うん、だとすると、うん、いやそのいやもっと自分のやりたいことをやりなよとか、うんうんうん、人ばっかりじゃなくてさ、うん、とかっていうことも起こってくると思うんですよね。多分あると思います、ね、その辺ずっと我慢して相手のに合わせてるですよね、うん、でそれを我慢だと思ってなかったりしたりはするので、はいはいはい、うん、でその
ちゃんと話せるような関係を結ぶ、うんうんうん、まあ、口では簡単ですけどね、難しいですよね、逆に、うん、もう多分私がじゃあ口説く時っていうのは多分一生懸命なんで口説いてうまくいったとしますよね、うんうんうん、多分どっかで鬱陶しくなる時が来るんだろうなって、うんうん、でちょっと思うんですよね、うんうん、上からすいません、でもこれはちゃんとそういうふうにならないように言うことが大切ですと言ってます。前うちにいた女の子は彼がいてみたいな、はい、彼が夜の仕事バーとかバーテンダーみたいな、はい、夜の仕事をしてて、はい、夜2時とか3時とかに帰ってくる、はい、でその帰ってくるまでずっともご飯を作ってその時間にご飯を作って待ってるみたいな、あったかご飯が待ってる深夜の3時でうちのここの仕事が朝9時とかからあるわけじゃないですか、はい、寝不足ですとか言ってくるんですよ、いやあまりよろしくないですよね、それそうそうそう、と付き合ってる彼としても、うん、いや君は君の仕事をちゃんとやりなよって、うん、多分思いますよね、はい、っていう感じでこう、ね、作り置きしておくとか、はい、できないのみたいな、はいはい、っていう話をしても嫌なんですみたいな、ちゃんと作って待ってたいんですみたいなこれをまあ付き合っている男性がどう思うかですよね。そうそうそう、はい、でまあ男性からしたら、まあ、ありがたいことを、はじめはね、うん、あ僕今録画出ました、まあ、ありがたいことじゃないですか、負担をかけてなければありがたいことじゃないですか、はい、次の日でも仕事がないとか自分の彼女が3時間しか寝ずに仕事に行くわけですよね、うんうん、いいわけないですもん、そんな、うん、そうそうそう、はい、なのでまあ、仕事働いてないとかでそういう風だったらは別にまあそれがまあ嬉しいこと、はい、まあ悪くはない、はい、まあ、自分のためにここまでしてくれるんだって嬉しい気分になるけど、それによってそんなに負担をかけるのは、まあ、そんなにやらなくていいからっていうだからちゃんと話し合いましょうですよね、うんうん、はい、感じになるので、僕が気を使ってましたもん、じゃあ昼からでいいよとかっていうことになるのでっていうことですね、そう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 、そんな感じ、タイプ2はそんな感じですね、はい、タイプ2でございました、はい、うん、では、次はタイプ3 の、はい、あの恋愛傾向の話ができればなと思っております。ミッションクリアでございます、はい、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました、はい。